レールに乗らない自分を貫く人生をえー、ハリーソン長だ、ぽい、こんにちは。えー、昨日はですね、えっ、ー、と、僕は、えー、カモジーっていう、まあ、ノーズのね、奥の方に、えー、ちょっと、あのー、行ったんですけども、まあ、あのー、自転車で行きまして、あ <laughs>、自転車とか歩きで行ったんですね。まあ、その話もまだベッしたいなと思うんだけども、えっ、ー、とね、ちょっと今日話したいのは、えー、すごい、 えー、いろんなものをですねあそうそうその,その話をしたいなと思いますでえっ、ー、となんでかっていうと,んとまあこんなにですねその散歩をしていったらあのこんなあの琉球あ琉球はあれかあベッドでもらえたねえっ、ー、とですねこのゆずねゆずゆずをこんなに 10個ぐらい <laughs>、15個ぐらい <laughs>、この、青々として柚子をいただきまして、んで、あと、こういう、栗も、栗もいっぱい、いただきましたと。見えるかなで、この、イガ栗がね、あの、イガがついたやつをね、拾ったりとかもしたんですけど、まあ、こんな、たくさんもらえたしね、最初は歩いてね、あの、まあ、 どんぐらいかな ?15 分ぐらい歩いとったかなで、そこでね、もう、あの、ご挨拶してきよったんですよ。えー、こんにちはーつってっ、ね、てね、消防団にも入ったんで、ご挨拶に来ましたみたいな感じで行ったんですけどね。そしたらね、おー、よく来たねみたいな感じで、<laughs> なんかこう、受け入れてくれて、ね、なんかお話ししてるうちにですね、なんかまあ、ほら、僕、あの、家とか土地とかね、あの農,農業する土地、の農道だね。まあ、農をするね、土地をね、探しとるんですけど、 自然のね、えー、でそれでえっ、ー、とーあそこあるよみたいな感じでねいとこ遊んどったとことかね例えば言うてくれたりとかねあってほんであのー、その時にね使ってない自転車があるきとか言うてね、あのー、それに空気入れてえ、えー、くるそれ入れてくれてねそれで貸してくれたんですよでそのそれでまああのー、お父長との境ぐらいまでね行ったんですけど いや要はね、それでびっくりしたのが、まあ、その自転車をね、あの、えー、貸したままにしてくれよくれました。すごいね、あの温かいなと <laughs>、えー、思いまして、<laughs> 今もこの柚子すごい、すごいいい匂いしてるんですけど、まあ、これが本当のね、なんか田舎の暖かさだなーって思うんですけどね。 で僕はちょっと言いたかったのは、なんかあのー、ずっとね、車でね、この辺りを走っとったんですよ、ずっと。そしたらね、あのー、なんか誰、誰あれをこうみたいな感じになっとったらしいんですよね、ちょっとね。で、結局、<laughs> その、車っていうのは、速いし、楽だし、スピードもあるけど、まあ、衣装やな。<laughs> あるけれども、あのー、快適やけども、その、景色が変わっちゃうんですよ。 要はわざわざ止めるっていうアクションをとっていいうものがあるじゃないですかでもね自転車とか、まあ、あるもっと,言うと歩きやったらやっぱその等身大のシーンが見れるわけですよねそのだからそこにストー会話とかコミュニケーションとかス,ストーリーが生まれるんやなっていうふうに思った時にああんかそういうね、あのー、視点ってすごい大事やなと思ったわけですよね。 だからわざわざ新幹線とか飛行機が一番楽よね飛行機、まあ、高知までだったら1.5時間か東京からやけどその過程で、まあ、車、まあ、あるいはね、まあ、自転車あるいは徒歩とやっとくと要は時間軸時間をね、あのー、ゆっくり生きるとねすごいいろんなものが見えてくるっていうことがあるんで,でそこにこうコミュニケーションが生まれてでこういうすごいなんかこう ねくれたりとかあのー、いただいたりとかねあの自転車まで貸してくれたりっていうこう深いねあのー、そのストーリーの深みっていうのが出てくるなあというふうに思うわけですよ。でそういった時にね、まあ、これってもう人生とも一緒やなと思うわけですね。何でも早い早いって言ってやっているとまあ浅いストーリーしか生まれんき。 それってね、本当のなんかこう深、うん、まあ楽しさとかね、深みとかって出るかなみたいなね。えー、いうのはすごいよく思うわけなんですね。まあそんな感じでね、あのー、今日はちょっとこう、まあこの、<laughs> そんな話をしてみたんですけども、え、ゆずとかね、えー、栗とかね、まあ今度はこれ、まあいただいたんでね、まあしっかりこう、調理して食べようと、美味しくいただこうと思ってますし、 まあなんかまた、あの、僕の畑とかでもね、なんかできたら、えー、お裾分けしたいなというふうに思ってます。で、まあこの畑からね、なんかできたらものはね、シェアしたくなるっていう感覚もまたちょっと別途話したいなと思います。で、またね、あの、このバーベキューしようしたんですけど、その時にもこういうね、琉球とかね、さつまいもとかね、この間かぼちゃいただいて美味しくバーベキューで食べたんですけど、あの、それも本当にありがとうございます。もうね、 すごい感謝しております。ということで、えー、今日はこんなところでおしまいにしたいと思います。皆さんも良い一日をお過ごしください。えー、青年よ、ビジョンイだけ、えー、ハリー村長でした。バイバイ。